私たちはこの起きた状態は寝た状態で、寝た状態は起きた状態ということを、この理解できている人は非常に少ないのでございますね。私たちが起きているという意味合いの時には寝ているんです。寝ているという時には皆さん起きているんですね。寝ている時は覚めた状態、起きている時は寝た状態なんですね。で、皆さん方、この寝ている時に自我意識というものを持っている人は一人もいないんです。寝ている時は皆さん方は霊の次元におりますし、起きている時は物質という自我の世界におるわけですね。で、皆さん方、この今起きた状態ですか、寝た状態ですか、夢の世界ですね。ここの人生というのは夢の世界であって、実在しているものじゃないんですよ。だから人生というのはみんな夢を見ているようなもので、その人生というのも永遠の時間からすると一瞬の出来事なんですね。永遠ですから、永遠の時間しかないわけですから、その人生80年というのは永遠からすればもう全くの一瞬の出来事であって、ちょうど皆さん方が夢の中で夢を見るというような感じのようなものでございまして、決して私たちはね、この目が覚めると同時に3次元に存在しているわけですね。で、眠ると同時に霊の次元に入っていくわけです。だから皆さん方は寝ている時、自我意識は働いておりませんね。そうですね。で、まあ、この世からすれば全く逆、眠るのと起きるのと全く逆、逆さまにものを見たり考えたりしておりますけれども、我々は起きて、ここで目が、この肉体というのが、肉の目が覚めると同時に3次元におるんですね。その肉の目が閉ざされて眠ると同時に霊の次元におるんです。皆さん方どうです？寝ている時に自我意識が働いておりますか？働いていませんね。それは内なる世界にお帰りになっているからですよ。ただ覚えてないだけなんですね。覚えてないんだけ。一度に二つのものを意識することはできないんです。霊を意識して、そして物質を意識する。一度に二つのものを意識することができないから覚えてないだけなんです。で、霊の次元に入りますと、皆さん方、この世の世界のことを覚えていらっしゃいます。覚えていらっしゃらないんですね。例えば、意識は一つだけしか使えないんです。この我々が、だから、イエス様とこの3人の弟子とがオリーブの山に登りまして、祈られた時、あなた方はなぜ一時だって覚めた状態でおれないのかといった意味がお分かりですか？この肉の次元におりながら、霊の次元を意識している時に、私たちはその覚めた状態なんですね。自我意識のない状態。だから、この世におりながら表面意識のない状態は、覚めた状態というんですね。で、自我意識が働いている状態は寝た状態ということを意味しているわけです。だから、自我の世界であなた方があれやこれやと考えたり見たりしているのはみんな夢なんです。夢の次元なんですね、この世は。夢の次元であって実在しているものじゃないんです。皆さん方もよく苦しい夢とかいろいろの夢を見ますけれども、夢は実在していますか？覚めてみると、なんだ夢じゃないかと皆さん言いますね。皆さん方もその自我意識から心我意識に目覚めますと、人生が夢だったということが理解できるんです。なんだ夢なのに、あんなに信じ込んで、恐怖感やいろいろの苦しみを持っていたんだなということが分かるんですね。それは皆さん方、それを体験した時、バカバカしいという思いが起こります。人生ってみんな夢なのかということが分かるんですね。で、今皆さん方は夢の中でこういうお話を聞いているようなものなんですね。夢の中で。非常に自我の強い人間というのはね、寝ておっても自我が出ている人がいるんですね。それは夢の中の夢ですよ。あなた方が寝ている時に三次元的な夢を見るとすると、ね、これはね、深い睡眠状態、深い霊識状態に入らないで、寝ていても三次元的な自我意識が働いた状態を夢の中の夢なんです。あなた方、よく夢を見る人、三次元的な夢を見る人は自我の非常に強い人です。この地上界への執着の強い人ですよ。それはね、浅い眠りっ